ケコことセルヒオ・ゴンタン・ガジャルドは、スペイン・マドリード出身のサッカー選手。デポルティ・ボラ・コルーニャ所属。ポジションは MF もしくは FW。アトレティコ・マドリードのカンテラであるアトレティコ・マドリード、B に所属していた。2008から09シーズン、2008年10月29日、コパデルレーのオリウエラ CF 戦で、 ディエゴ・フォルランに代わってわずかな時間だけ出場し、アトレティコのトップチームにデビューした。2010年1月、レアル・バリアドリードにレンタル移籍し、2009から10シーズン終了とともに一度アトレティコに復帰したが、夏の移籍市場が閉まる直前に FC カルタヘナへのレンタル移籍が発表され、2010から11シーズンはカルタヘナでプレーすることが決まった。 その後、ジローナ FC に、レンタル移籍した。2011年7月19日、イタリアのカルチョ・カターニアに移籍した。2008年に、トルコで開催された UE、UEFAU-17 欧州選手権で、優勝した。グループリーグのアイルランド戦で得点したほか、決勝のフランス戦で31分に先制点を決め、その後にアシストをする活躍をし、 4から0での解消に貢献した。2009年は U-18 スペイン代表に招集されている。ありがとうございます。